氷を越え五層目に、そういえば試される、散々偉そう。第6、親子連れを見かけると羨ましいと思ったりします。そっちか、なるほど。答えはあんたの、ねえ、あんたの中に新たな可能性、その影響は周期が多い。あんただ一つ言える、氷の上では石を地形に合わせて。うわ、また嫌がる。Commencing carry two. Are you ready? と、よし、ゲット。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。いつやるな。アンドゥー。よし。集めて。
集めて、よしよし、ゲット、すごいな、使っちまえ。アンドゥで巻き戻すのも手ですよ。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥで巻き戻せますよ。アンドゥ、パーズ。フッと、はっ、よし、フッと、やりやったな、何じゃある、よし、はっ、はっ、下を見せるよ、よし、ゲット、いいひらめきだ、集めて、よし、ゲットか、よし、ゲット、エッジ、エッジ、こいつでどうだ、困った時はアンドゥをすると良いかもしれません。アンドゥ、パーズ、
よし、よっ、ふっと、はっ、よし、よし、なかなかだな。よし、ゲット。集めて。パーズ。フットアウト。フットアウト。よっ、よし。はっ。いつになるな。よっ、よし、ゲット。どうやっても登れないときはアンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。よし、なかなかだな。集めて。よし、ほっとくか。困った時はアンドゥーすると良いかもしれません。こいつでどうだ。くそ、こんなところで死なせません。今のうちに。もしかしてお困りですか。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よし、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 よもしかしてお困りですか。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よし、ゲット。よし、ふっと、ふっと、ふっと、
よしよし。そんな顔して。だって登れない人がだんだん多くなってきて、もしヴィンセントさんも来なかったらどうしようって。リン、ここで待ってるといろいろ考えちゃうんです。もっとピアノが上手ければ他の人を助けられたかもしれない。自分にできることがもっとあったのかもしれないのにって。おい、しっかりしろ。リンはよくやってるよ。でも俺だけじゃない。リンのおかげで生きてるやつがいるんだ。だから自信を持て。ヴィンセントさん強いんですね。自分も大変なのに他の人まで元気づけてくれるなんて。そんな大層なもんじゃねえって。単にこんなとこで死ぬ気はないだけだ。落ち込んでちゃ生き残れるもんも生き残れなくなっちまうからな。そうですよね。みんなを励まさなくちゃいけないのに落ち込んでちゃダメですよね。わかりました。前向きな気持ちで頑張ってみます。え、あんだそえほがあんそこでそのえ他のやふんよう。よう、お前さんか。協力し、それ石が捕まる。どうだい。ああ、や、頭上に屋根のように石があったときは屋根を支えて落下する。おお、まる実用。次、それ技を整理していくかい。悪い。あの人、ほら、いつも石。なんだよ。ああいう勢い。あの結果、あの大した際、そのと俺は何も悪くねえ。あんた、お前、俺、は、そうだな、それ、たとえそれで、そうだ、いつ、え、でも明日、まずは。よう。あんた、え、このほどい、お前、は、俺、やが捨てられたんだ。そんなはかだ、もうとにかく君。そいつはお、ヴィンセント、みんな、とにかく大事。あ、そう、ヴィンセントさん、ようやくを。だから俺はない。危ない時、そういうとそう、いつもプレーン。はあ、他の羊たち、あのピアノでも、中途半端、一つだけ裏切られないよう。予想外にちょ、愛した人の秘密を全て受け入れる覚悟。なる、そ、もし道急に、あら、俺、さあ、地獄。
ついに今夜の敵の流れ、これまでのテク逃げるな。まさか、キャサリン？ウェディングドレス。待て、落ち着けって。Doom's bride has appeared. It's the killer. Do not die.逃げねえと。すぐにまた後ろから怖えのが。やっぱりかよ。もうやめろってキャサリン。許してくれ。キャサリン、いや違う、こんなのは悪夢だ。よし、今夜も生き残ったぜ。おめでとう。これで第五階層暴風の中庭は終わりだ。今夜もあんたの悪運が勝ったようだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。はい。ヴィンセントか。え？はい。あの、誰？キャサリンを知ってるな。え？知ってるも何も。あ、もしかしてあんた、あの夜リンを追い回してたやつか。追い回す？そんなことするわけないだろ。なんだ、違うのか。じゃあ、あんたの言うキャサリンって。俺はスティーブ。キャサリンと付き合ってるものだ。
マジっすか？お前あの子の彼氏？うわ、最悪にめんどくせえ。てか、なんで番号バレてんだよ。もしかして俺、あの子にはめられてたってことか。クソ、どういうことだよ。あのこいつ切りやがって。そこがどこかも分かってる。え？俺を甘く見ない方がいい。困るのはお前なんだからな。すいません。体目当てか？いえ、そんな。だったら本気なのか？いや。じゃあ遊んだんだな、くそ。彼女とはすぐに別れます。もともとそのつもりだったんで。もともと？本当か？本当です。こんな風になるなんて。それはお前のためでもある。やっていいことと悪いことは分かるな。本当に殺すぞ。はい。あの、はあ、うわ、本当最悪だ。どいつもこいつも一体どういうつもりだよ。でもまあ、これであの子のことようやくけじめつけられるか。確かスティーブって言ってたよな。この話すればあの子だってすんなり別れてくれるだろうし、最後にもう一度だけ会ってちゃんと話そう。なんなんだよ。悪い、起こしちまったか。その服、パジャマ？寝る時の服がないって言ったら、エリカさんがくれたんです。そっか、すごく似合ってるよ。あの、大丈夫ですか？何が？顔色良くないから。いや、そりゃちょっといろいろ嫌なことがあって参っちまってたんだ。ヴィンセントさん、心が弱った時はこうすればいいってエリカさんが。すげえいい匂い。それになんだか。ヴィンセントさん、好きです。うん、うん、うん、大丈夫、
どんな時でもそばにいますから。いやあ、こんなことしてる場合じゃなくて、ああそうだ、俺あの子と話しつけないといけなかったんだ。ああ忘れるとこだった。思い出してよかった。スティーブなんて知らないよ。聞いたこともないけど。え、本当に？こっちが聞きたいっての。意味が分かんないんで説明してくれませんかね。俺だって分かんねえよ。君の彼氏からいきなり電話かかってきて。はあ？何それ、私の彼氏ってどういうこと？いや確かにキャサリンと付き合ってるって言ってたんだけど。ふーん、っていうかさ、完全に人違いなんですけど。え、けど私のことじゃないから。じゃあ誰だよ。知らんつも。あなたの知り合いのキャサリンさんのことじゃないの？え？ん？まさか。いや、なわけ。もしかして本当にいるの？あ、ん？いや、待てよ。ん？しかして俺、あいつに裏切られてたのか。もし彼女が浮気してるなら、俺だって一人に縛られる必要がないんじゃ。いや、何考えてんだよ、俺は。けど。スティーブのこと話せば別れ話に持ち込めると思ったのに、間違って彼女の言葉でバレたらそれこそ泥沼だよな。ここはなんとかごまかさねえと。もしかしたら君に隠れたファンがいるのかもしれない。は？何それ。今まで君を好きになった男たちがきっといるだろう。そのうちの誰かが未練持ってんのかも。ほら、君ってすごく可愛いから。何言ってんだ俺は。とにかくスティーブってのも偽名かもしんねえし、世の中変なやつがいっぱいいっからさ。やだ、怖いんだけど。あ、ごめん、この話もうやめよう。もうそっちがしてきたくせに。まさか。それよりさ、この後なんだけど。まさかあいつが浮気とか考えられない、つうかありえないだけど、絶対にないなんて言い切れんのか。いや、ないよな。ねえ、話聞いてる？あ、ごめん、よく聞こえなかったんだけど。なんかあなたといるとムカつくんだよね。え、あ、ごめん。別にいいけど。それじゃあまた後でね。あ、いや、また今夜ちょっとダメなんだ。ダメ、もう行くって決めてんだから。ごめん、本当に今夜はダメなんだ。その、今日お腹下っててさ。そっか、まあ元気ないんだったら仕方ないけどさ。じゃあお大事に。ああ。